グアノナウルのグアノ採掘跡地グアノとは、海鳥やコウモリ、アザラシの糞などが長期間堆積して化石化したもの。糞化石とも言う。肥料の資源として利用される。主要な産地は、南米やオセアニア諸国である。グアノの語源は、ケチワ語の糞で、スペイン語経由で英語に入った。グアノには、窒素質グアノと、リン酸質グアノの2種類がある。前者は、高 湿度の低い乾燥地帯に形成されたもので多くの窒素鉱物を含有する。校舎は熱帯、亜熱帯など比較的鉱雨量、湿度の高い地域に形成され長年の鉱雨によって窒素分が流出してリン酸分が濃縮されたものである。いずれも近代科学工業には欠かせぬものであり、領有する島初部に 多量のグアノを有したペルーでは、莫大な量が採掘されて、ヨーロッパに輸出された。この利益は一時的に、ペルーに後継機と、社会インフラの発展をもたらしたが、資源の枯渇により、経済の破綻を招いた。なお、世界の窒素肥料の原料は、その後地理小石、さらには20世紀初頭のドイツにおいて開発された、科学的窒素固定へと変遷する。リン酸質グアノは、 輪鉱石が発見されるまで最も主要な輪主源であった。南洋の島々に多く、資源としては大量に存在するものではないため、ナウル共和国をはじめ、かつての採掘地の多くはすでに掘り尽くされ、枯渇している。かつてはグアノをめぐって戦争が起きた。有名なものとして、グアノ戦争、チリとペルー・ボリビアが退治した太平洋戦争がある。 海鳥由来のグアノとは別に、洞窟内に生息するコウモリの糞、体毛、洞窟内の生物の死骸が堆積して化石化したものをバットグアノと呼ぶ。量は大してないため観賞植物や自家菜園用の肥料として販売されている。過去の産出地も含む。ありがとうございます。